やりましょう。転換。転換は。こう来た時に、こう待ってると来ちゃうから、パッと来ちゃう。これで、やっと元来ちゃうんだね。だから、こう来た時にはいないっていう、そういう。で、自分が安定して。で、気がついて。こう気がついて。ここ安定してんのが安定してんのが一番大事ですから、ここで競うことじゃなくて、こう、安定して、こう、足とかね、自由に動く。体が自由に動くっていう、そういう、ここは動かないところ、ここは動かないところ。だから、こういうところは動くのね、こういう。じゃあ、それで、そういうこと。こうね、持ってくるときには、僕は拠り所したいの。だから、溺れるものは藁もつかむって言うんだけど、萩原さんの拠り所したいの。どっかしら持って、こう持てるんだったら持っていたいの。そして、来て拠り所したいの。拠り所してると、こういうふうにできるからね。拠り所しないって、こう来てんだけど、こう拠り所しないの。で、自分がいいところ来て、そういうふうに、そうそう。それと、よりどころに、自分がよりどころしようとすると、相手のよりどころになっちゃうから、来たんだけど、よりどころしてないの。よりどころしてないの。こういうふうに、よりどころしないの。そして、スイッチするってこと、スイッチするって。足とか、手は動かないとこだから、手は動かない。動かないとこ。だから足は動くの、足は。こう動いてくれば手は何もしてないんだけど足は動くから、よりどころしないってこととそれとこうやって入ってくるとこう回ってくるの、まあ、やられちゃうのだからなるべく転換の時はまっすぐ入るんだけど彼がいるからこう回ってるけど本当はこっちに入りたいまっすぐ入りたいまっすぐ彼がいるんだけど、ここに入るの。ここに。こういうふうに。だから、近いの。こういうふうに離れちゃうと、ほら、回ってくるんだよね。よりどころにして。だから、まっすぐ、ここに入ってる。ここに。そして、スイッチするってこと。手でやらないと。手が動かないことが諦めてる。で、上と下ね、上、こっちの手でもいいし、こっちの手でもいいの。で、真ん中なの、真ん中。そして、自分がこういう、入ってるってことね。それが上。これ下は、こう来たら下。下。彼のこういう風になっちゃってたら、こっちは下じゃないの。下じゃないの。自分の下が下だから。こう自分が動いてきて、下に落とせるっていう段階になってから落とすの。そうじゃないと、こういう風になっちゃう。手でやることになっちゃう。手でやっても全然ダメなんだよね。強いんだから。だから、こう入ってきて、自分がこう下に落とせる。落とせる。ほら。そういう形ね。そういう形で、上と下。自分が安定してるってのは、最終目的だから。それでやってみる。足にスイッチするって言ったんだけど、こう来た時に足にスイッチするの。手はやってないの。手は来た時に、あ、やべえなってこういうふうにやってんの。こうやってんの。やべえなってこういうふうに。それで、四角に入ってんの。こうやばいの。こう来る、来て、この次の瞬間、やべえなって言ったら来た、次の瞬間来るんだよね。来た時は逃げてるんだよね。逃げて、さよならってこういうふうに。四角からさよならしたいの。だから、ここやったら来ちゃうんだから、待ってんだから。だから、こうやってやってやるのは初心者のうちだけ。こうやって来て、捕まっちゃったら終わり。ほら、もう、どうやったって、彼の方が強いんだから、待っててくれるからできるの。それは形を覚えるためね。だから、こう来て、四角に入って、自分が安定して、で、感づいてる。何やってくるか。こう回ってくるかもしれない。ね、そう、
回ってきたらこうできるとかさあのだからこの手は何にもしてないの、やばいなってやってんの、やばいなってやるときはこっちでやばいなってやらないの、こういうふうに中心でやばいなって、そしてやばいなこうね、やばいなって、そしてこう中心を守ってるっていうか、守ってるって自分を守ってるって形、それじゃないと競い合いになっちゃって、ほらやられちゃってるんだよ、やられちゃってんだよ、こうやって持って、こうやって持って待ってたらやられちゃうんだよ、やられちゃうんだよ普通はね。だからこう打たれたら外に出て、こう自分が安定してるってこと、それが優先だから、で足を止めてやらない、足を止めてやると手になっちゃうって、ここでよく、ここ足を止めてやらない、足がこういうふうに入るから、ここ入るから、自由だから、スイッチするからこういうふうに入ってる、こうね、こういうふうにだから手でやってないんでしょ、手で手やばいなってことだと、あとこうやって出ただけ、そして形があるからね、形があるからこういうふうに塩投げとか小手返しとかね、こういうこれはスイッチ、いかにスイッチするか、ね、で持たれるの待ってたらやられちゃうんだよ、だからやられないように、ほらやられた、はい、彼が決心した時、こう掴んでこようと決断した時は、自分が位置に入って終わってなきゃいけない、終わってんの、そういうふうにやってんので、形があるから、こう四方投げね、こう四方投げ、隙間、こっち来るかこっち来るか、隙間、手でやってないよ、手でほら自分が足が入ってるってだけね、そうで近い、じゃあちょっと四方投げからやってみよう、四方投げと入り身投げとなんだっけな、四方投げ一挙か、これが大体基本的な技なのね、合気道の技、まあ小手返しとかあるんだけど、まあだからその目的っていろいろ、四方投げの目的、じゃあどういうために稽古してるかっていうのは、四方投げは場所を見つけるとかそういうことで、入り身投げもそうなんだけど、入り身投げも後ろ取りたいの、後ろこう後ろ、そしてこうね、こう手でやらないで自分がまっすぐ入ってきた、でこうやばいなってこうやってやってるの、そしてこういうふうに入ってきたの、そして自分の近く上に来て隙間見つけた、それだけなのね。であんまりこうやってやらないように、こうやって待っててこうやって掴んだらこうやって入ってこうやって下ろしてってやらないの、掴んだとか終わりなんだから、そしてこういうふうに入ってきてもいいの、あのこういうふうに入ってきて、こう後ろ取れたらこういうふうに下げてきてもいいよ、それは相手の状況によるので、こうやってやって待ってんだから来ないんだ、だからこう来たらこう自分がまっすぐ、そして足自由、そういう形ね、そういうこういう形と、それからこういう形と両方あるの、でも向こうそれから下それから上は真上それから隙間、そういう感じ、そういうことだけ注意して、じゃあやりましょう。入り身投げでやったんですけどね、来て僕が次考えることは、彼の後ろを通ってさよならすることなので、さよならした途中に落とせるんだったら
落とせるんだったら落としてんの。さよならする途中なの。でも次の投げることとか考えてないの。投げること考えちゃうとこうやって投げること考えちゃうんだよね。でこうやって後ろ通るの、こっちこっち。そしてやばかったらさよならなの。やばく ないから後ろ取れて、後ろ取れて、ほうね、ほら全然俺は何でもできるよ、彼は何もできないよ。それで下に落としたよって、下いなくなった時に下に落とした。それで来たからこういうふうに上げてきたの。そうだからこう入った時はこう投げることとか考えてないの。さよならするかもしれない、落とすかもしれない、落とすかもしれない。何しろ何しろ外、後ろ側から、後ろ側から彼のこういうふうに通って、ここでやばかったら、そうです、やばかったらこうね、この手を使ってくるんだったら、こう使ってくるんだったら、こういうふうにいなくなって、こういうふうに自分が安定してるってことが優先だから、次のことまで考えてないってことだ。その場その場で考えてるの。だからこう来たら、したら下に落とすこと、上に上げることで、最後まで考えてないってこと。来て彼が来たから下に落としたの。わかるかな。わかるよね。こうやってやって、こうやって投げてないってこと。来たから後ろ取れた。で僕は自由、彼は不自由。そして下げてきたら、こういうふうに来たからこういうふうにやったって、そういう話なの。だから最後まで考えてないってこと、技。だからこうやってやっても、こうやってやっても、こうやって回ってきたらこう下。じゃあ小手返しっていうのをやってみようかな。小手返し、こういうふうに入って、こうね、こうで、これ見てるの。これが遅れてくれとこうに来る。でここ彼固めてくると、こうに固めてくると音落ちないの。でも見てるから、見てるから、やばいかったらこっち来る。それから落としてる。で自分の足の間、普通小手返しってこうやってやって、これね、こう一歩入ってくればボカってくるよね。ここに来ると他が見えないからやられちゃうの。でも全体見てんの、全体見てて、こっち向いてんの。来てだ。それ兆しがあったらすぐ落とすってこと。兆しがあったらすぐ落とす。そういうことね。じゃあ小手返しやってみよう。すぐ落とし始めるってこと。こういうふうに入ってきたらね、すぐ落とし始めるの。それは下でもいいの。でこれ回すことじゃないの。回すと彼が来るの。だからこれを回して、自分の回して回ってきたの。でこう入ったらすぐ落とすの。お尻の下に落としてきてんの。だから反撃の余地がないの。こうやって入ったらすぐ落とすの、すぐ落とすの。それじゃないと反撃されちゃうから。だから言ってるの。こうやって回す、かっこよく回して、こうやってね、受け身、飛び受け身で取ったらサービス受け身だから。だからこう入ったらすぐ落とすの。こう そういうふうにやってほしいんだよね。もうサービス受け身ってすぐ分かるから、あサービスやってるだって。だからそれそういうこと。はい、じゃあ小手返しはあちらどうぞ。あ、彼はあちらどうぞやってんの。それが最初だから。ここに手いっちゃったら待ってんだよね。待っててやるって形になっちゃうから。だからこうね、そしてこう手が返らなかったら、手がこういうふうに返らなかったら、ここを落としてきてもいいの。だからそっちの方が優先だから。
自分が安定してて、まっすぐでっていうのが優先なの。だから手を返すことが優先じゃないから、手を返すこと、手を返すためにこうやって待ってて、こうやって手を返した時にボカッてやられちゃったら何にもなんないの。だからこうやってきて、こうやってきて、あちらどうぞやったらすぐ落としてきた方がいいかもしれないの。こういうふうにね、そういう話だからね。だから優先順位を考えてってこと。この手は向こうへどうぞ、そしたらこういうふうにして手を返せたからこうやってんの。手を返せたからね、手を返せたから自分の足の下にこういうふうに、こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに。で、いろいろ学び、その技っていうのはいろいろ学びがあって、こうやって相手の方に、こうやって相手の方に来たらダメなんだよね。自分の下だから、自分の下だからこういうふうに入ってるっていう、そういうことね。そういうこととかいろいろ学びがあるんだけど、要は この手を返せないんだったら、まあいいや、じゃあこうやってみよう。こうやってきてね、そしたらこういうふうに下に手、小手返しじゃないよ。こういうふうに来て、こういうふうに来て、こう取ってきた。で、本当はこう、あちらどうぞなんだけど、こちら来て、こちらからあちらへどうぞ。そしたら、こう来たら、ここに落とす。ね、こう来て、こう来て、こちらどうぞやってから、ここに落とす。で、そうすると、小手返しじゃなくて、墨落としの形になっちゃうんだけど、こういうふうに来て、ここに落とす。ここに来て、あ、ちょっと待って、ちょっと失敗。こう来て、向こう。向こうね、向こう、こういう形。そしたら下に落とす。じゃあ、それでやってみよう。じゃあ、ちょっと、ここ持ってたら、見てたらダメなの。あちらどうぞなんだ。あちらどうぞ。こう、同じ。こう来ても同じ。こう来ても同じ。同じ。向こう見てんの。ここを見てないの。ここをこうやって見てないの。こうやって見てたらやられちゃうんだから。ここはあっちへどうぞ。それから落としてんの。だから転換やってんじゃないですか。転換、上転換なのこれ。上転換。上転換。それで下に落としたの。そして、こういうふうに、下の。向こう。転換の時は向こう。向こうが大事。ここ見てたらできない。できないんだよ。だからそこ分かってほしいんだよ。だから、向こう見てんの、ほら。向こう。だからこういうふうにして、向こう、だから、こっちから来たの、こっちから、彼が来たのは、向こう、あちらへどうぞやりたいんだよね。で、自分が邪魔しないで、こういうふうに、安定してて気づいてるって。そういうふうにやりたいの。で、上でも下でも同じ。向こう、だから一旦来たの、通り越して向こうへどうぞ。それから転換。それから小手返しだの。それから墨落としだの。それから、向こうへどうぞやってから、それから入り身投げなの。全部あちらへどうぞ。で、だここでやってたら、こう、できないんだよ。だ向こうへやって、それだから入り身投げができたの。こういうふうに入り身。向こうへやる。それが味噌だから。じゃあもう、今度は向こうへどうぞ。向こうへどうぞやったんだけど、これ、手からボディにスイッチすると、こう入れるね。それで、入り身投げできるんだけど、入り身投げとかできるんだけど、こういうふうにやると隙間があるから、こういうふうに持ってきて、天地投げの、こういう形と同じ。あちらへどうぞやったら、ここ、お腹につけちゃうの。そして隙間に入っちゃう。こうやってきて、向こうやったらお腹ここつけちゃうの。ここやったら
向こうやったらお腹につけ、お腹につけちゃうの。そしてこういうふうに自分が安定してるってことね。それが大事だから、こうやってやって手に行かないの、手に行かないでこの足にスイッチするってこと。足にスイッチ、そしてほら足動いてるでしょ、足動いてる。で彼が来るから動いてるんだけど、いい位置探してんの、探してサーチしてんの。そして上から下に落として、これ足止めたらうまくないんだよ。うわ足止めて、ほら足がこういうふうに入ってるから、四角に、彼の四角に入ってるからこういうふうに来たの、こういうふうに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 四角に来たから。四角に来ないうちにはできないの、あのだから四角をもらうとかそういうすごく大事だから、まあこうね、向こうあちらへどう、あちらこちらからあちらへどうぞ。そしたらこうやってやって四角をもらうの。四角は、まあ四角は彼がこういうふうに四角をもらって、そして上から下ね、そういう形。じゃあ天地投げって形で、手は動いてないの、手は動い、手からやるとこうなってドカッてきちゃうので、足から動いてない、足からあやばいって、こういうの足、手は動いてない、手はここ、手は真正面こう、そして向こう、今度はこの手、この手がボカってくるから、この手で この手ね、こういうふうにくるな。でこう持たれちゃったらやられちゃうの、やられちゃう。だから持たれないように、持たれないように下がって、ほらこう手見えてんの。そうするとこの手でこの手をカバー、ちょっとうるさいんだけどね、大丈夫この手でこうね、足で、足が来てもこういうふうになるの、手が来てもこういうふうになるの。だから足が先行してるってこと。手が先行すると開けちゃうことになるからね。だからこういうふうに入ってるの。そして手を見てるので、手を見て、あ、来ないなって、ここの手が効いてれば、効いてればだよ、効いてればこのまま入ってこれるの。手は何にもしてなくても、この手が効いてれば、手が効いてれば、この手が効いてればこのまま入ってくれば、こういう形で、手が効いてれば後ろに入ってくればこういう形、こういう形で一挙の形がね、できるのね。で一挙の形はこの手を見てるの、この手、この足。そして表だったら手は何にも動かせないんだけど、場所を奪う、そしてこういうふうに入ってくる、そしてこういうふうにそういう形ね。この手でこの手を、そして近づきすぎるとボカッと来たりするから、近づく、こう一番いい位置で止めとくの、一番いい位置で止めとくの、止めておいて、手はそのまま、そして場所、そういう感じ。手でやってないってことね。じゃあ一挙やってみよう。一挙、どうぞ。いらないの、これいらないの、だから捨てるの、そして入るの、捨てるの入るのって、そういうふうにやってんの。じゃないとここで競争したらかないっこないんだから。彼が膝をこうやって受ける人ボカってきちゃったり、捨てるので、入ってくるの。そういうふうにやってほしいんだよね。ここで競争することをみんな習っちゃってるから、ここで競争、この肘強いんだから、彼すごく強いの。だから捨てるのこうやって、それから入るの。そういうふうにやってみて。じゃあ今度は後ろに入るのね。こう
って手があるね、手がこう、この足が先行してるってこと。手が先行してたらやられちゃうの。だから足が先行して、この線でここを止めてんの。足が先行して、ほら手は動いてないよね。手こういう手なんだけど、こう取ってきたんだけど、この手は動いてないの。そして上下だけやってんので、足だけ動いてんの。こう来て、ここね、でこういうふうに来て、こういうふうに、そして手を止めてんの。そして今度はこうおへそに持ってきちゃうと、こういうふうになるから、こういうふうに来てるの。そしてこう来るとこうなるね。今はこの手に競争しないで、押していかないで、捨ててっていうとか言ったんだけど、この手はこういうふうに来て、そして下に落とすと、するとこうなるの。でこのまま出てきちゃうの、こういうふうに。でこういう形ね、そうすると三脚の形、こう足が出て、そして出る、そういう形。これはこうやって上がってるでしょ。上がってるの、これ上がってるままじゃできないの。これ頭を下げるってこと。下げるのはこの手を出さないと下がらないから、こういうふうに下がってるの。ほら下がってる、こういうふうに下がってる。でも出ていっちゃったら下がらないので、だからこれを下げるの。こういう、そうするとこういうふうに下がる、へその前。そしてからこういうふうに、そういう形ね。じゃあやってみましょう、どうぞ。今こういうふうに入ってきて、こういうふうに入ってきて、この手を止めて、そしてどうするんだ。こういうふうに入ってきたのね。今度はね、こういうふうに入ってきた代わりに、こういうふうに来たら、でこの手あるんだよね、手あるんだよね。でもこういうふうに入ってきてんの。ここテンションかかってこの入ってきたんだけど、ここがこういうふうに入ってきてるの。難しいんだけど、こう入って、この手があるからね、入れないんだよ本当は。でもこっちへ来てるから入れるの。怖いの。あの本当はってのは、まあこの手を止めて、最初はこの手を止めて、止めてあのやってほしいんだけど、ボカってきちゃうよって言うから、最初はね、この手が効いてるからこの手の効果がないっていうふうにやってほしいんだよね。でそれはやってみないと分かんないんだけど、まあやって。ここのテンションがないとこの手が生きてくるの。こうやってテンションがないから。でもテンションがかかってんだよね、こうかかってんだよね、かかってるからこの手が効かないようにこういうふうに入ってんの。テンションが大事だからね。その方向はどっちだって言えないんだけど、こういうふうに来て、テンションがこういうテンションで、さっき捨てろとか言ってんだけど、こういうテンションがかかってるの。こういうテンションがかかってるから、こういうふうにほらテンションがかかってる。テンションがかかってないとダメなんだよ。テンションを学ぶって言うんだけどね、テンションが大事だから、テンション考えてちょっとやってみて、こういうふうに来て、で向こうに行こう。今はこのテンション、こっちの捨てるテンションでこういうふうに投げてきたの。こういう投げてきたんだけどね、今度はこういうふうに来て、このテンションを向こうへ、そして自分がいなくなってこういうふうに投げるって、そういう形だから、こういうふうに来て、ね、そのまま投げる。よし、じゃあ最後にこれやって、これ、こうね、で、こう、ね、こう
じゃあやりましょう。